ソルディートーク。ボーカル担当ミカドです。ギター担当のヒロです。ベース担当のシュンです。はい、今回は最後の晩餐ということでですね、最後何が食べたいかというのを3人喋っていく回でございますよ、うん、そうですね、とりあえず、はい、とりあえずで、まず1回目はですね、私ミカドでございます。私ミカドはもうあっさり言いますよ、最後の晩餐何がいいか。カレーっす、カレー。もうカレー、うん、何はなくともカレーですな。うん、もうね、いやカレーだよ。まあカレーは美味しいよ確かに。でも最後にカレー、うん、うん、最後カレー。それ理由がやっぱあるとか、うん、なんだろうカレーって、うん、なんか最後の晩餐のランキングかなんかがあって5位ぐらいだったかな、うんうんうん、確か我々のカレーで、そう上、うん、まあ1位じゃないのは分かる。でも5位の人はすごく共感できると思う。なぜかというと、うん、いつも食べてるから、いつも食べたり好きなものだから、うん、特別何かじゃなくて最後もやっぱいつも通りがいいっていう、うん、いつものこう好きな味で締めるみたいな、うん、その時特別食べたところで思い出がないじゃん多分。すげえ、例えば、うん、まあ、超なんとかヒレステーキとか食べてもいやうめえなで死んじゃうんだじゃん。それ逆にもなんか嫌になっちゃうね、もったいないじゃん。超うまいもん食べて、うわでも明日死んじゃうんだみたいな、明日世界なくなっちゃうんだ、だったらいつも食べてるものでほっとして、なんか最後の、まあ、確かに最後過ごすんだったらなんかスイートルームよりも実家みたいな、うんうんうん、そう、あ、そんな感じよ。すごい良い例えですね。本当にそんな感じよ。だから俺はカレーをします。そのカレーっていうのはいろいろ種類あるけど、まあ、カレーっていうと大きく分けると米と、まあ、ルーというかスープと具材、うん、ここに何かこういうのがいいとはない。もう好きなように作ってもらえれば、その人食べたいと思った人がその人のいつも食べてるもので、何か特にこうする遊びじゃなくカレーライスだね、うんうんうん、もういつも食べてる定番のカレーライスだから、レトルトでもいいわけよ、やってしまえば、うんうんうん、なんか慣れ親しんだ味が最後の方がなんかこうホッとするかなっていうのがなんかあります。まあ特に部類のカレー好きなので。ミカの時にこれは入ってないとっていうのはじゃあ特にない。特にないです。カレーなら具がなくてもいい。具がなくても最悪いいですね。タイのグリーンカレーとか、あ、グリーンカレーとかでもいいんじゃないですか。カレーだから、そっか、それ言うと、うん、最後の晩餐カレーを食べまくるっていう、うん、なるほどね。いろんなカレー食いまくるっていうのはありかもしれない。全混ぜ、うん、カレー全混ぜで、ね、うえってなっちゃうね逆に。おいこいつミスターみたいな。たしそれいいかもね。それ最後の最後も、うん、最後の楽しさ死んで食べてるものだけど、最後の最後だけちょっと今までやったことなかったことをチャレンジしようかなみたいなのはいいかもしれない。なるほどね。カレー欲しいです。いいと思います。いいと思います。いいですね。はい、ということで僕のカレーをぜひとも押してください。お願いします。それではミカドでした。またお会いしましょう。ソルティシャワーギターのヒロです。ソルティシャワーボーカルです。ミカドですね。ソルティシャワーベースのシュンです。です。はい。今回は最後の晩餐。明日死ぬ、今日死ぬっていう時に最後に何が食べたいかっていうやつですね。はい。で、私はですね、うん、寿司ですよ。お、お寿司。寿司。これ先週のミカドの回で5位なんて話をしてたけども、そのいろんな世代の、お寿司、カレーがでしょ。そう、カレーがね、そういろんな人に世代に調査したら最後の晩餐何食べたいか、5位がカレーで、この寿司はなんと1位というね。普通だな。そうなんだよ。、うん、それだけ共感を得られるっちゃ得られるけど、そうね、そうね、まあベタすぎる、ちょっとベタすぎる、うん、まあちょっと悲しいところもある。でもじゃああれや、突っ込もうよ、寿司の何がネタ。あ、なるほどね、うん、そうそうそう。あ、でもその最後の晩餐でその寿司食べたいっていうのは、その特にこの中トロがとかそういうことじゃなくて、寿司っていうのはいろんなのがあるから、うん、結局寿司選んどいたら、もうそれこそね 100円寿司とかだったらもう子供が好きそうな普通寿司にしないよっていうネタまであるじゃん。あるある。でそういうのも含めバーッと並んでる、うん、そういう状態をイメージしてるから、特にこのネタっていうわけではないんだけどね。概念としての寿司みたいな。違う。そうだね。その車輪に何か乗ってたらもう寿司だと。シャレの上に旬が乗ってても、おそら寿司だと。旬寿司。旬寿司。いいね、旬だし。いいね。旬がかかってるね、そうね。旬がね、うん、かかってる。
でそれでまあまあペロリといっちゃうだろうから、うん、ということで、最後の晩餐に私が食べたいのはまあ寿司、いろんな寿司ネタ、まあ、ちょっとベタでなんか悲しいところもあるけれども、まあやっぱね、あの和食でしょ、うん、っていうのもあるよ。確かにそうね、うん、和食って言われたらそうやな。そう、お味噌汁とかね。そう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 、お寿司物とか、あーカレーだ俺、カレーだ。まあカレーはカレーでね、まあまあ日本風に進化したところもあるかもしれないけど、寿司はもうまさにまさにだからね、うん、そうだね、もう多くを語る必要はないかもしれない。最後にヒロさんが一番好きな寿司ネタとかって、ああ確かにね、最後のまさにいろいろ食べたいのはあるけれども、一番好きなのはあるよ、一番最後の最後、最後の最後に食べるやつ、うーんとね、まあ、ちょっとこれまたあのベタで悲しい、あーなるほどね、締めだとまたちょっと話違ってくるかもしれないけど、一番食べたい一番好きなネタはやっぱりマグロ、トロ、ああベタだけどね、これまた、まあ、最近はあのサーモンがかなり押してきてるっていうのはあるけどね、上がって子供たちにも人気ですし、うん、でもやっぱりまあ王様というかね、寿司のトロだよね。あ、卵じゃなくて、卵もまあ初めに大体食べるけど、うん、玉じゃん、玉ね、王様的な意味もかかってると、うんうん、卵も当然食べるけども、まあやっぱトロが好きかな。なるほど、あ食べたくなってきたな、お腹空いてきた、わかる、最近行ってないんだよね出前も取ってないし、寿司屋にも行ってないし、まあ行くって言ってもね、その回転寿司なんだけども、俺前回もこんな話してなかったっけ、なんかカレーの話しててカレー食いたくなった、あ言ってたかもね、そういうような話、うん、ということで、この動画が良かったよという人は高評価、そしてチャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして数週間後には最後の晩餐、実際どれがいいのか、このソルティシャワーのメンバーが推してる食事の中で、それもやりますんで、ぜひともこの後の動画も要チェックということで、今回はこの辺でバイバイ。ソルティシャワーベースのシュンです。ボーカルミカドです。ギターヒロです。今回のソルティートーク、はい、先週に引き続き最後の晩餐、人生一番最後何が食べたいかについてなんですけれども、これちょっとねすごく共感を得られない気がしたんですよね、先々週と先週の聞いて、うん、あの2人とも共通してるの結構米とか和の心みたいな、米は確かにね共通してる、僕はじゃまあカレーライスって言われる、まあ、うんうん、米はあるね、で寿司は当然米、うん、米、うん、そんな中私人生最後に食べたいと思ったのはパンですね。パン、パンと言ってもパンの中でもまあいろいろあると思うんですよ、めちゃくちゃあるじゃん種類、うん、それこそあんパンとかコッペパンとか、うん、クロワッサンとかフランスパンとかベーグル、いろいろあるんですけど、そうパン選んだ理由っていうのは、うんうんうん、まあこれちょっとプライベートも若干入らなくもないんですけど、じゃあカットしよう、そんな恥ずかしい思いさせたくない、じゃああのピーって言ってこう、まあ、ピーって、まあ、あのいろいろ青春時代とかってよくほら学生時代とかでしたり、パンとか買って買い食いしたりしませんか、うん、そうそう、うん、結構そうやって楽しくないですか。そうだね、楽しかった思い出とかでしたり、うん、あるあると思いますし、そう、それとあと何でしょう、自分あの僕なんですけど、まあ、あのお金なくて大変だった時とか、一食パン、一食につきパン1個とかっていう、一食につきパン1個、あ1日じゃなくて1食、ね、一食食べれてんだからね、そうです、まあいいんです、いい方なんですうん、うん、まあ確かに貧乏大学生がチョコチップパンとか買って食べるって話ですけどね、いかに効率よくカロリーを取れるか、1日3食パン3個とか3個もしくは2個、ああなるほど、ちょっと抜いたりしてね、そういうなんか苦楽を共にしてきたわけですよ、うん、パン、ある種もう青春イコールパンみたいな、うんうんうん、そこまで行く、私の中にありまして、ということは旬にとってはその最後の晩餐にその青春を思い出したいっていうことなのかな、いやそこなんですよ、そう思い出す、思い出にふける、そんな私じゃありません。おお、というと、あの最後の際、死ぬ間際まで青春でいたい。ああ、なるほど、振り返るわけじゃなくて。もう、え、どういうこと？
説明してもらって、要するになんですけども、死ぬ瞬間までその苦楽を共にしてきたパンを食べ続ける、うん、パンを食べ続けてる以上私にとって青春なんです。なるほど、そういうこと。なるほどね。だからそっか、思い出すとかじゃなくて死ぬ瞬間まで青春だった、そういうことです。パンを食べ続ける、あ、そういうことね。そういうこと。難しかったやっぱりこれは今日考えられないぞ。来週、まあ来週の放送でですね、いよいよこの3人の最後の晩餐、皆さんどれが食べたいか、これだどれが一番かっていうのテーマでやりますので、ぜひ来週の動画もチェックしてください。そうだね、一応その来週の動画でこの3人において1位2位3位はつけるけれども、その聞いてる人たちにとってはいや、この人の意見の方が共感できるわとか共感できるぜっていうのはね、あるかもしれないもんね。逆にコメントにその人の思う最後の晩餐ワンツースリーとかね、いいね、コメントにいただけたら、うん、ありがたいです、ね、いつか生きるかもしれない、それが、うん、そしてこの動画もしいいねをぜひつけていただければと思います。それではソルティシャワーベースの旬でした。ではまた来週、バイバイ。ボーカルミカロです。ギターヒロです。ベースのシュンです。はい、今回はついにやってまいりました。今回3週間続けてドラムがすごいドドロドロしいから、ドラムロールでしょ、ドラムロールドロしい。3週続けてメンバーそれぞれが最後の晩餐なんだと言ってまいりましたが、うん、ソルティシャワーないで、うん、1,2,3 位を決めたいと思います、うん、その最後の晩餐 1,2,3 位、うん、もうなんかいっぱいなんかランキングとかの無視で、うん、僕ら3人の中でバトって論争した結果、うん、これ1位でした、23位を決定する回でございます今回。そうだね、3人が挙げたもので、はい、意気込みはどうですか。いやもう確実に寿司が1位でしょうな。でまあ2位はパンかな、そして3位はカレーかなと思ってますけどね。シュン君は。私1位はやっぱパン、パン、そして2位がカレーで、うん、3位ですか寿司かなって、これ理由今ちょっと言っちゃっていいんですけどね。言っちゃおうか。いいや、言っちゃおう。寿司が、あの寿司とカレー迷ったんですけど、寿司なぜかっていうと、あの魚介類苦手なのがちょっとあるんで。ああ、そういうことね。そうか、そうすると、そうか、シュンクの中で。個人的にはそうなっちゃうね。まあ、確かに、うん、そうか、好き嫌いあったりすると。でも、ヒロが言ったように寿司広いから。そうだね。嫌いなもの省けるだけ、魚介類じゃないやつ、ね、そういけば、そう考えるとちょっとまだ揺らいでます。確かに、あ、まだ揺らいでた。そんな三方さんは、僕ですか。僕1位はハンバーグ、うん、いやカレーでもなければ寿司でもないしパンでもないし。3位はラーメン、うん、一応聞こうか。3位は生春巻き。おお食べたくなってくるけど、これ僕が今食べたいナンバーワン。今なわけでね、最後というよりね。実際のところはあの3つ、候補の中で言うと、候補の中で言うと、あ、1位寿司の、うん、3位2位カレー、2位パン、2位カレーの3位パンじゃないかな、うん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 、と思う。おお、ってことは自分が挙げたカレーよりもやっぱ日本人だし寿司確かに分かるなと、やっぱみんな好きなんじゃねえかなって、うんうんうん、このただ俺が食べたいワンツースリーとかじゃなく、やっぱその全体上がってきたものを考えると、うん、日本人ともじゃないかな寿司ってのは、うん、ただ俺は食べないよってだけだから、さっきの最後のばあさんね。確かに思ったんです、あのさっき魚介類あの苦手なやつあるって言ったんですけど、うん、あの好きなものイクラとかは結構好きで、ああ魚卵、うん、魚卵、それ考えると結構寿司、ああ寿司捨てがたいな。じゃあ仮に寿司が1位だとしたら2位3位が分かれているようね。そうだね。そうです。あ、でもちょっといいですか、お寿司、うん、お寿司、お味噌汁とかお吸い物も入りますか。サイドメニューね。サイドメニューはそれもありきですか。難しいところだよね。もうお寿司単品ですか。どうなんだろうね、最後の晩餐何食べたいって言われて寿司って言われてその料理作る人がお吸い物も持ってきてる。そう、お寿司食べに行くと大体あるじゃん、ある、ね、お茶とかさ、あるような気もするよね。お茶は絶対あるだろうし。なるほどね、うん、ネタのあれだけじゃなくてそこもありにか、言ってみたらそうね、カレーって言ったら福神漬けも当然ある、当然ある、うん、脱臼とかなんかいろいろね、うん、サイド作る人はねっていうのもね、確かにパンと言ったらありすぎだな。パンは当然ね、好きなパンはクリームパンとか好きかな俺は。
クリームパンですか、うん、ニコルさんはパンも食べます？あんま食べないで。あ、だから最近ね、でもね、ハマってるのがね、あのビーフシチューにガーリックパンを食べる。あ、シャレオツです、ね、あとナンパンじゃん、言ってしまえば。そうね、カレーにナン、うん、確かにカレーのハンチューって言えばハンチュー、うん、うん、だから最近はナン食べてます。パンはカレーに吸収されるっていうことね。なるほどね、そういうことか。違うよ、カレーライスだ。めっちゃ どっちが吸収されるのかよくわからないんだけど、うん、いや1位寿司だとして2位は、まあ、俺はパンって言ったけど、それはまあ寿司と同じように、そのまさにいろんな、バリエーションもあるからね、うん、カレールーつけたっていいしっていうね。あとパンの魅力として手軽に食べられますよね。確かに、うん、でも俺ここでもうぶっこんでいい、うん、アメリカでね、あの研究があってね、うん、アメリカで凶悪犯罪者、犯罪を犯した人の 98% が食べてるものって何だと思う？それを食べてたから、そのやっぱり食べてた、凶悪犯罪者みんなケチャップ食べてたまってるから、みんな食べてた。98% だとなんか因果関係が逆にないんじゃないかと俺なんかは思っちゃうけど、サイコパスの共通点がトイレが汚いっていうのと同じ感じですかね。うん、そんな感じ。パンなの、うんうん、だからもうダメでしょ、パン。なっちゃうなっちゃう。そうね、じゃあカレーに。いや、もうこれ言われてもどうしようか。ちなみにアンサイクルペディアという、ちょっとふざけんなウィペディアで出てる、うん、俺が爆笑したね。そういうこと。いや、メイン主食とね、常にだからご飯食べるときじゃなくて、ご飯よりはパンを食べるって人、うん、うちらって食べるじゃないじゃん、うん、パンばっか食べてるって、ご飯とかパンを食べるじゃなくて、もう 90% の方ずっとパンばっか食べてるっていう。確かにそれ考えると僕らはちょっとやっぱ犯罪者なのかもしれないですね。やっぱ聞いてる人みんなの心つかんじゃう。おお、盗んじゃうというか、盗んじゃうから。カレーオストロがあるけど。カレーオストロ、おお。え？結局そのまとめたいんだけど。まとめて。だからとりあえずなんとなく寿司は1位でもいいんじゃないかっていう、うん、だと流れにはなっている。で2位が、まあ、パンだと最高になっちゃうからカレーが上がっていって、でパンは3位で、パンが好きな人は最高。でもね、それとカレーもね、暫定として1位寿司、うん、2位カレー、うん、3位パン、うん、暫定として。暫定、またなんか違う論争バトルが繰り広げられるんですか。これから皆さんのコメントつけてくれたら、それ踏まえて、そうか、そう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 、さらにそれに対して本決定みたいなかもしれない、かもしれない。ということで、この動画楽しかったよという人は高評価、そしてチャンネル登録まだの人はポチッとお願いします。左下にあるよ、お願いします。あ、右下だね。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。